こんにちは、みずきです。今回は最近のバッグの中身をご紹介していこうと思います。はい、ということで前回紹介したのが確か年明けくらいですかね。冬に紹介してて、で最近バッグの中身とか、まあ、デイリーで使うバッグもちょっと変わったので最新バージョンをご紹介しようと思います。はい、ということで最近使ってるバッグはこちらです。じゃじゃーん。こういった斜め掛けタイプのチェーンバッグなんですけど、デザイン自体はシンプルで、こういったフリンジのチャームがついてます。裏面はこんな感じで、ここが磁石になってるんですけど、結構ねしっかりめの磁石で、勝手に開いたりとかねそういうのがないので機能性もすごくいいです。はい、で中はこんな感じで、横に小さいチャック付きのポケットが1つとチャックなしのポケットがもう1個ついてます。小さめのバッグでもこういうポケットがついてるのはすごく使いやすいです。はい、では中を紹介していきます。まあ中身はあんまり変わってはないんですけど、はい、まずは財布、これは以前と一緒のものです。特に変わりはなくずっと使ってます。そしてサングラス、これもねずっと同じものを使ってます。ほんとシンプルなデザインで、ケースはバッグに入らないのでもうそのまま入れてます。私基本スーパーとか歩きで買い物に行くんですけど、その時にサングラスをして、でお店の中に入ったらスッとこうバッグに入れるので、もうただ上の方にポンと入れてます。はい、そしてこちらニュートロジーナの日焼け止めスティックを入れてます。これは前回のアイハーブの購入品で紹介したものなんですけど、日焼け止めスティックのね手軽さがすごく気に入って、最近はこれをバッグに入れてます。中はこんな感じですね。でこれは腕とか、まあ、首、体用で使ってるんですけど、外に出て時間が経った時の顔にも使います。で今のところ特にこうブツブツができたりとか痒くなったりっていうのもなかったので、これは多分ね今年の夏めちゃめちゃ使うと思います。とにかくね手を汚さずにもうスッと塗れるので、そこが大好きで、最近はお家の中でも2時間ごとに塗るようにしてます。香りも全然日焼け止めっぽくなくて、石鹸っぽいすごいいい香りがします。はい、そしてこちらのテピカジェルのミニサイズです。こんな感じの結構サラッとしたジェルで、すぐ手に馴染んでこうベタつきも残らないし、乾きがすごい早いので私はこれを使ってます。まあ、最近はねこういったアルコール製品、あの手指用消毒とか売られてきてるとは思うんですけど、テピカジェルはねまだあんまり見ないんですよね。一応1個だけねお家にストックがあったのでそれを使ってるんですけど、もうこれがなくなったらねミニサイズのテピカジェルがなくなるので、ちょっと早くねあの普通に売られることを願ってます。でもう一つこちら、持ち歩き用で除菌ウェットティッシュを入れてます。さっきのこのジェルは自分の手に使ってて、でこのウェットティッシュの方はショッピングカートとか、まあ、カゴの手持ちのところ、そこをきれいにするときに使ったりしてます。であとはお家に帰ってきた時のドアノブとかね、なんかそういった自分の手以外にも使ってます。今の時期はねこれ2つあると本当に便利なので、私は最近ティッシュとかハンカチよりもこの2つを優先して入れてます。で最近はお店のトイレとかもね全然使ってないので、まあ、ティッシュとかハンカチは、まあ、使わないかなっていう感じで最近は入れてないです。で iPhone ケースをつけずに入れてます。こういった小さめバッグを使うときはもう本当にケースだけでもすごい場所を取っちゃうので、私は裸のまま入れるようにしてます。というかもう最近買い物中は携帯の出し入れをねあんまりしてないので、落とす心配とかもないので、まあケースはいいかなと思ってそのまま入れちゃってます。はい、そしたらこの一番大きなところ紹介し終わりました。でこの小さな横のポケット、ここには鍵を入れてます。私鍵も2つ使い分けてて、あの小さめバッグの時はキーケースじゃない方、このストラップ付きの方を使ってます。これだとね全然場所を取らないし分かりやすいので、はい、この横のポケットに入れてます。でここの大きめポケットの中には鏡付きの固形ファンデーション、これとこれは保湿用のリップ、 UV 対策もできるものです。で一応色付きのリップも入れてます。マスクをするのでティントタイプですね。で最後がこちらのニオのマウススプレーです。はい、という感じの、まあ、この辺はお直しコスメまでいかないんですけど、まああれば安心かなっていう感じのアイテムが入ってます。はい、という感じで今回は最近のバッグの中身をご紹介していきました。ちょっとね最近持ち歩くものがすごい減ったんですよ。まあ、これでも多いでしょうって思う人はいると思うんですけど、前はね結構コスメをもうちょっと入れたりとか、なんかポーチの中にネイルオイルとかハンドクリーム、私結構ね心配性なので薬とかも結構入れてたんですよ。
なんだけど最近はそれがもうなくなってというか、まあ今はねこういう除菌系がちょっと優先順位高めになってるので、なんか持ち歩くものがすごく減った気がします。で基本歩きでスーパーとか行くので免許証とかも持ってなくて、なんか本当前よりねバッグの中身がすっきりしたなという感じです。ただコンビニ行くときは携帯と財布だけなんですけど、スーパーとかドラッグストアに買い出しに行くときはだいたいこんな感じで持って行ってます。多分もうちょっと暑くなってきたらまた中身も変わると思うので、その時は改めてご紹介しようと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では。